こんにちは、音楽爺さんです。今回は丹沢や富士山が一望できる石楼山にハイキングしました。富士山や思わず触ってしまいそうになるマムシグサなども見ることができました。石楼山は神奈川県の相模原にあり、相模湖の南側に位置する丹沢山地の一つです。相模湖の対岸の陣馬山から影信山を見ることができ、標高は一般に 694m となります。石楼山ハイキングコースは山頂経由し、別ルートで降りてくる周回コースとなります。 JR 中央線にて相模湖駅からの出発となります。相模湖駅はスタイリッシュな駅ですよね。相模湖駅前からはバスで石楼山入り口バス停に向かいます。バス停は駅から一番遠い観光案内所の前の一番乗り場になります。バス停の前にトイレがあるので準備ができます。石楼山のハイキングコースの看板が観光案内所にあるので道のりを確認できます。相模ダムに架かる橋を渡ってバスに揺られて15分ぐらいで登山口のバス停である石楼山入り口バス停に着きます。バス停の目の前の赤い橋を渡るとトレッキングコーススタートです。しばらくは住宅街を進んでいきます。途中分かれ道がいくつかありますが、行き先の書かれた看板が曲がり角ごとにあるので迷うことはないです。相模湖病院の脇から登山道入り口に入ります。案内板には階段を上って登山道に入ると記載がありましたが、間違えて相模湖病院の駐車場奥まで進んでしまいました。実際は相模湖病院と相模湖病院の駐車場の間の細い道を進むと登山道になっています。大小の岩がいっぱいあるゴツゴツした山道を進んでいきます。たくさんの巨岩が杉の巨木とともに点在します。それぞれの岩には言い伝えがあるらしく、神秘的な古代の巨岩たちには不思議な力を感じます。なぜここに岩がこんなにいっぱいあるのかと思いながら登っていきますが、ところどころ手を使って登る必要が出てきますので手袋は必須です。この岩は礫岩で、対岸の陣馬山などの関東山地から削り出された砂や粒手が相模川沿いに堆積し、その砂礫が北上してきた丹沢山界の圧力で作られたらしいです。徒歩15分ほどで建教寺に到着します。本尊は虫封じのお寺として古くから参拝客でにぎわっているとのことですが、
虫がやたらと飛んでいます。県境寺から桜道展望台に向かいます。道が分かりづらいのでよく看板を見つけて進む必要があります。相模原市の橋本方面を見ることができます。ここで変わった草を見つけました。最初は蛇みたいな形をしていて、綺麗な丸い実がなっているのでつい触りたくなってしまいます。しかしこれはマムシグサとのことで、触ると痛くなるらしいです。虫と戦いながら進んでいくと、雄郷平展望台に到着します。ベンチがあるので少し休憩できます。相模湖を見ることができます。急な道に差し掛かりました。ここが頑張りどころです。下から見た時は登れるのかと思うぐらい見通しがよく、先が見えて良いのですが、めげそうになります。ひたすら登るしかありません。とうとう山頂に到着です。道中すれ違うことがなかったので、あまり人気がないのかと思いましたが、周回コースなので反対回りで登山する人がいなかったみたいです。続々と山頂に着く人が現れました。
山頂から富士山と丹沢の山々を見ることができます。山頂を過ぎて下山のコースを進みます。階段に顔の刻まれた切り株がありました。なぜ困り顔なのだろうと思いつつ階段を下ります。下山時は虫がほとんどいなくて、虫にまとわりつかれずに済みました。急な坂もあるので、自然を楽しみながらゆっくり進みます。大明神展望台に到着しました。ここからは西に連なる山々を見ることができます。相模湖を一望できます。よく見ると山を駆け上っていく鉄塔も面白いです。ここからプレジャーフォレスト方面に向かいます。何気ない坂道でしたが、砂利が滑りやすく、降りるのに苦労する部分が数分程度続きます。もちろん、山道なので、滑ると滑落になるので恐る恐る進みます。道を示す看板があるので、看板に従って進みましたが、手持ちの登山地図にはないルートで、GPS の位置情報とルートが逸れている警告が出て、下山するまで内心心配になりました。観光案内所の地図上ではチャレンジコースという記載がある新しいコースらしく、3年前の地図に載っていなかったのでした。
大明神展望台登山口の看板があるところに下山をいたしました。多道を歩いていると、また綺麗な粒をつけた実がありました。調べると山中で見つけたマムシグサでした。山中のものはいくつか粒が取れていたので、蛇の頭のような形でしたが、丸い粒が整然と並んだトウモロコシのような形が本来の形みたいです。今回のトレッキングでは山百合をあちこちで見かけました。かなり大きく見応えがあります。約5時間のトレッキングでしたが、楽しめるコースでした。最後にプレジャーフォレスト内にある相模湖温泉ウルリにて汗を流しました。